2月のですね、えー、オンラインセミナーの方を開始させていただきます。よろしくお願いします。えー、2月はですね、えー、ナポレオンヒルプログラムということで、この話をちょっとさせていただこうかなと。で、まあ、このプログラムはですね、えー、もともと、まあ、この本を、えー、っと、映るかな。<laughs> この本、えー、思考は現実化するっていう本を読まれたことない人もいると思いますんで、少し簡単に説明しますと、もともとですね、えー、鉄工、えー、アンドリュー・カーネギーが、まあ、自分が成功したのには、まあ、成功した、えー、法則があるんだと。ただ、この法則を自分が死んだら、肺、まあ、になってしまうと。 いうのは非常にもったいないから、<laughs> まあ誰かにですね、えー、成功のノウハウっていうのを体系化してまとめてほしいという考え方を持ってたんですね。それで、まあ、過去250人ぐらいの人に、えー、同じ話をしてきて、誰一人 OK してなかったのにもかかわらず、えー アンドリュー・カーネギーが73歳の時に、ナポレオン・ヒルが訪ねてきて、ナポレオン・ヒルが25歳ですね。それで、えー、会って、まあ、話をして、えー、なんかこの,この子は頭良さそうだということで、家に連れて帰って3日間、えー、成功哲学に関しての話をして、まあ、その後で質問をするわけですよね。えー、イエスかノーかで答えてくれと。 で今から、えー、私が成功者って言われる人をこれから成功するだろうっていう500人を紹介すると。それで私が3日間かけて話をした成功に関するプログラムを20年かけて作ってくれないかと。ただし、私からの金銭的援助は一切しないんだけど、イエスかノーかどっちですかって聞いたら、ナポレオンヒルが。 ちょうど29秒目の時に、えー、やらしてくださいっていうことで言ったらしいんですね。まあちょっと変態ですけどね、<laughs> 絶対その判断できねえだろうなというふうに思うんですけど、まあそこから始まって、えーまあ、実際500人の人を紹介してもらって、まあその中にはですね、えー、フォード、帝国を作ったフォードだとか、えーまあ、それこそ発明王のエジソンだとか、まあいろんな人が。 混じっててそういった人の成功するのをナポレオンヒルは20年間ずっと見てきてあとはアンドリュー・カーネギーから学んだこととかをちょうど20年経った時に体系化してまとめ上げたのがナポレオンヒルプログラムの前身になったプログラムを作りましたよとそれでこの「思考は現実化する」っていう本もその時に書き上げましたよと。 それで、まあ、ある程度、引退しようとして、えー、あんまり活動してない時期に、このダブル・クレメント・ストーンっていうね、えー、保険の会社を自分で立ち上げて、えーまあ、かなりの規模でやってた方が、えー、たまたまナポレオン・ヒルと、えー、ナポレオン・ヒルがもう60超えてた時だと思うんですけどね、会って、えー、すごいいい話を聞きましたと。 ぜひあと5年頑張ってあのこのプログラムをちゃんとしたものにしませんかっていうのを持ちかけられてナポレオンヒルがじゃあやろうとただし君が私のマネージャーとして、えー、やるのが条件だって言ったらダブル・クレメント・ストーンも、えー、即決の人間なんで分かりましたとじゃあ一緒にやりましょうということで作り上げたプログラムになってるんで。 まあ実際、膨大です。えー、量はむちゃくちゃ多くて、何を始めてからえ学べばいいのか、よく分かんないような内容になってるんですけど、大きく分けると4つの構成になってますね。えー、PMA、これはえポジティブメンタルアティチュードっていうことで、肯定的な心構えということで、 えこれはずっとですね、えー、この思考は現実化するの中にも、あう,うまく映らないな、えー、思考は現実化するの中にも入ってますし、えー、別の書籍の中にも入ってます。えー、これが一番肯定的な考え方、まあ、要はポジティブスインキングってやつですよね。えー、まあ特に我々営業にとっては、 えー、ポジティブに考えなかったら営業なんかやってられないんで、そういう意味ではこの考え方は売れる人間はみんな持ってると思うんですけどね、えー、その肯定的な考え方をまずきちっと持ちましょうよと。えー、次が、えー、HSS プログラムっていうんですけど、えー、これがナポレオンヒルプログラムの中心をなしているものですね。それで プログラムって言われるものがマネジメントプログラムになってますね。それで SPA っていうのが、えー、アチーブメントなんで成功の哲学ですね、えー。この4つが中心になってて、この他にあと2つぐらいなんか、えー、セットになってるんで、えー、むちゃくちゃ量は多いです。それで実際に、えー まあ、どこまで読んだのか、どこまで聞いたのか、わけわかんなくなるのは、えーまあ、聞いてみられるとわ <laughs> かると思いますで。マニュアルの構成は、マニュアルと記入ノートと CD と DVD になってて、えー、このマニュアルも非常に分厚くボリュームがあって、えー、ノートはですね、いろいろ書き込めるようにはなってるんですけど、基本、私の場合は自分のノート。 それ用のノートを作って書き込んだり、あと気になったところは書き出したりしてやって、CD は移動中は常に聞いてます。あと車の運転するときは常に聞いて、DVD はね、 え実際にナポレオンヒルとダブル・クレメント・ストーンが出てくるんですけどいや本物なんだいたんだなみたいな感じでねただね日本語訳されちゃってるんで。 あの英語で話して日本語訳が出るっていう形にしておいてほしかったなって生の声聞きたいなっていうのは、まあ、個人的にはあるんですけど <laughs> えなんでここまで訳しちゃったかなってちょ,ちょっとね悲しいんですけどね、えー、まあまあまあ,あのそういう風になってます、えー、それでは私ちょうど1月の、えー、中頃かなに買って、えー、今までで えーまあ、思考は現実化するという本に関しては2回聞いて2回読んで、まあ、これはノートにある程度まとめ上げましたそれで PMA に関しては2回聞いて読みながらノートにこれもまとめました HSS は1回聞いただけですね SDP と ISP っていうのはやり始めたところで、SPA っていうのはまだやってないということで、2ヶ月かかってもこんなもんですね。ただこれ、1回2回やっただけじゃ全然なんか、何、えー、だろう、何にも分かってないっていうような感じがして、それであの私の場合はですね、えー、まあ今から24年前に、 えー、アチーブメントの、えー、成功哲学っていうのを学んだんですね。それは、えー、ウィリアム・グラッサー博士って言って、<laughs> ウィリアム・グラッサー博士、実はあのこの本の中とかにも出てくるんですよね。要は、まあ、成功者として聞きに行った相手なのか、まあ、この実際にプログラムを学んだ人なのかよく分かんないですけど、まあ、関わってた方であることは間違いないんで。 えー、内容が似てる部分もかなりあるんですけど、えーまあ、実際思考が現実化するっていうのを読んでみると分かるんですけど、ナポレオンヒル・プログラムの一番の何、えー、て言うんですかね、普通の成功哲学と違う部分は、この潜在意識なんですよね。えー、結局ですね、潜在意識を使ってても、 大成功はしないんだとそれで潜在意識の部分を使えるようにあなたもなりましょうよっていうのが、えー、ナポレオンヒルの考え方で実際に成功する人たちっていうのはこの潜在意識をうまく活用してた人たちなんだということで実際あの、えー、っと本の中かプログラムの中か、えー、忘れたんですけど 寝てる間にそのひらめくっていうのがあるんですね。それで私、あの昔から寝てる間にひらめくのが、えっ、ー、と、過去ね、4、5回やったことあるんですよ。えー、悩んで悩んで、どうしようもないようなでっかい悩みの時、えー、これは考え,考えて考えて考えて、あと寝ると、寝てる間にひらめくっていうのが、まあ、実際、あの、 えー、fc の、えー、フランチャイズ部門を作るときに えーまあ、営業紙芝居でやるっていう発想はその寝,て寝てる間に浮かんだ発想なんでということは、まあ、この潜在意識に関して、えー、無意識ですよ自分で意識してやったわけじゃないんですけど無意識化で使ったことは実際私の場合はあるんですけどそれをいつも自分で意識的に使えるようになると本当の成功者になりますよと。 いうことで、まあ、ちょっとね、えー、どうすりゃいいんだと。<laughs> じゃあ、それが、どうやれば、この潜在意識、要は自分の頭の中の脳の本当の一部しか使ってない、その裏側の部分、それで、まあ、これはかなり、えーまあ、現在科学で明らかになってきてますけど、我々っていうのは、要はあの振動、まあ、なんていうの、エネルギー体なんで、 このエネルギーがが裏側でで全部つなっってるよっているよよう発想なんですよね。だから自分の意識だけじゃなくてあの未知のものが使えるんだっていうそれを使ってきたからエジソンにしてもフォードにしてもあ、まあ、いろんな人たちみんなそれを使って成功したんだっていうことで、えー、まあ奥深いんですけどそれをいつも使えるような状態に していくのが、まあ、このナポレオンヒルプログラムなのかなということでぜひ、まあ、ね興味がある人はまずは本買って読んでいただいてその後ナポレオンヒルプログラムをぜひ買って、えー、勉強していただければというふうに思いますんでよろしくお願いいたします。